こんにちは、渡辺健太郎動画のお時間です。現在私は謎だらけの航空事故、日航ジャンボ機墜落事故の真相を解明するべく動画を作成しております。この数回にわたる動画の中で18時24分の異常発生後の123便は公式にはない記録、実は横田基地へ緊急着陸を実行しようとしていたという実態はあるのかという部分にフォーカスしておりますが、今回は前回の動画の続きで操縦不能となった123便を空上で見ていた小松便の存在と同機長の目撃証言から123便と小松便の航跡がこのようであったのではないかと考察した経緯について説明いたします。緊急事態に陥っている123便を後から羽田を離陸し近距離で目撃したという小松便の情報については、前回の渡辺健太郎動画111でご説明した通り、しかしその内容と状況を図にした時、数多くの違和感があったのです。これらの違和感を解消しつつ真の功績を見出すための鍵、それはこの3つの項目、そしてそれらに共通する不可解な現実、それは後で変化している。新聞各紙は事故の翌日から123便の墜落を伝えましたが、各紙の記事にはその時点で入ってきていた情報をもとに推定の航跡図が添えられているケースが多かったのです。日本経済新聞、8月13日日本経済新聞朝刊にはこのような航跡が。北国新聞、そして北国新聞にはこの航跡図が掲載されていたようです。全国で探せば全く同じものを使用していた新聞もあったのではないでしょうか。日本経済新聞の方には横田基地の場所も記載され、事故調による航跡よりも明確に東の空域を飛行していただろうと判断できます。途中の経路も柳田国芳による指揮、日航機は富士山付近を過ぎた後北東に進路をとってかなり横田基地に近いところまで来てから北へ向かったという、この内容と合致する部分が見られます。日本経済新聞の方では飛行コースの情報源を更新記録等による推定としていますが、確認できる更新記録だけでは到底このような航跡を描くことはできず、その他の情報はどこから得て航跡としたのかはっきりしない部分もあります。一方の北国新聞、こちらは運輸省東京レーダーによるとの記載となっており、主にレーダー航跡からこの図が作成されたであろうことが推測できます。ただこれは所沢でもなく羽田でもなく東京レーダーという書き方になっており、どこのレーダーかを断定するには至りません。ともかく後になって掲載された航跡図と比較しますと、これらの航跡図からは駿河湾から北東方向へ飛行し横田基地周辺まで来ていただろうと思わせる航跡であったものが、横田手前で北西方向へと大きく旋回する航跡へと変化してしまっており、そのように変化したのはなぜなんだろうと思わざるを得ません。ただ新聞にて一旦はあのように報道されたということは、もともとは横田まで来ていたのではないかと考える根拠の一つとするには十分でしょう。さっきの動画にてお伝えしました23日付毎日新聞掲載の小松便機長の報告、これについて一体何が後で変わったのか、これを長々と説明するより角田史郎氏の著書疑惑を確認していただく方が話が早いと思います。角田氏疑惑322ページ他の民間航空機の機長による事故機目撃のレポート記事であるが、実はこの記事は2種類あってややっこしい。一つ目は8月16日付東京新聞朝刊、このように書いてあります。その日東京新聞以外の地方新聞の多くでも同じ記事が掲載されていたようですが、
その内容はフラフラ飛行目撃、123便は必死で右旋回、定期便機長がリポート、524人の乗員乗客を乗せ墜落した日航123便ジャンボ機が尾翼を損傷しながら操縦不能となって迷走飛行しているのを他の国内定期便の機長が飛行中に目撃、キャプテンリポートとして報告していたことが15日分かった。異常飛行を続ける日航機の様子が上空で目撃されたのは初めてで、運輸省航空事故調査委員会など関係当局は事故原因解明の貴重な手がかりになるとして注目している。同リポートは123便は何とか機首を羽田方向に立て直そうとしているようだったと述べており、関係者は専門家である機長の目撃証言だけに注目している。これは12日午後6時12分に日航123便が大阪へ向け羽田空港を離陸した直後に同空港からほぼ同方向に飛び立った他の国内定期便機長のレポート。それによると目撃した定期便は羽田から神奈川県相模原市の上空の座間ポイントに向け飛行、羽田管制塔の管制区域から埼玉県所沢市の東京航空交通管制部 ACC の管制区域に入り、巡航高度の2万4000フィートに上昇するための許可を求めた。この時 ACC から1万8000フィートを維持せよ、緊急通報を発している機体があると通報され、機長は初めて近くに123便のジャンボ機がいることを知ったという。このため前方を注視していたところ、午後6時半過ぎ、同ポイントの東9キロ地点で前方のやや右上部に123便の機影を視認した。機長は、はじめは4発エンジンの大型軍用機といった感じで、日航機には見えなかった。と、すでに機体尾翼部が壊れた日航機が、普段見慣れたジャンボ機とは違う機種に見えたことを報告している。また、123便は大きくなったり、小さくなったりして見えた。と、操縦の安定性を失い、フラフラ飛行の様子も目撃。北から東に進路を変更しようとしているようだった。と、123便が山岳地帯へ向かおうとする機種を必死で羽田方向へ転換させようとしていたことも報告している。123便は見え始めてから約3分後、右後方へ去っていったが、機長の視界から消え去る寸前も、必死で右旋回、羽田方向へ戻る努力を続けているように見えた、という。123便はこの後も迷走飛行を続けて、群馬県御巣鷹山に激突した。このキャプテンリポートについて、航空関係者らは、一定速度で飛行する機体から大きく見えたり小さく見えたりしたというのは、相手の速度が一定せず非常に不安定な飛行をしていたということだと語り、生々しい目撃報告に深い関心を示しているとなっておりました。23日の記事の前に酷使した内容のものがすでに掲載されていたんです。時系列的には16日版の基調報告の記事が7日後に微妙に内容が変わり再度掲載されています。その記事というのが前の動画でご紹介しました23日版の記事なのですが、このことに対して角田氏も疑問に思ったところがあったようで、一方の記事は北から東へ旋回中を語り、他方は南から西を語るですとか、異常なルートを異常な姿勢で飛行する同じ民間航空機を視認しながら、さっさと自分は目的地に向かって飛行していってしまうものなんだろうか、このようにも書かれています。それでは16日版と23日版の違いについて確認していきます。まずは航跡図座間ポイントの記載の有無と
2機の接近具合の他には取り立てて大きな違いはないようです。続いて記事の内容。目撃者は16日版では他の国内定期便の機長と書かれています。そして23日版では羽田発小松行きの全日空トライスター757便、戸川達夫機長となっています。離陸時刻は一方が123便が離陸した直後となっており、もう一方が午後6時30分と記載。 ACC からの指示について、 ACC 東京航空交通管制部からの指示についての記載はどちらも高度1万8000フィートを維持せよとの内容で差はありません。発見地点、123便を発見した地点、航跡図からすればどう内容とも捉えられますが、16日版の方にはザマポイントと明確な表現であるのに対し、23日版ではザマであると捉えられる領域が広がり、表現としてはぼやけてしまった感があります。見え始めの時刻、123便が見え始めた時刻について、16日版では午後6時半過ぎ、一方23日版では時刻について記載がありません。最初に見えたところ、123便が最初に見えたところは16日版では前方のやや右上部、23日版の方では進行方向に対し約15度右側、高度2万4000から2万2000フィート付近と具体的な内容です。機体の様子、機体の様子としては16日版が北から東に進路変更をしようとしているようだった、大きくなったり小さくなったりして見えたとなっているのに対し、23日版は右旋回中約2秒右に傾くと、その後約1秒水平飛行に戻る横揺れ状態とされています。最後は16日版が約3分後右後方へ去っていった、これに対し23日版では機首を南からさらに西へ向けるところ、右後方約45度の位置、直線距離で約 3.6 キロといった具合に比較しますとですね、随分と違いがあります。こうして比べると23日版は妙に詳しすぎるように感じるのは私だけでしょうか。16日版は見たままそのままに表現したように感じるのですが、23日版の方はですね、まるで航跡を図にしてそれに合うように細かく証言したかのように見えるのです。それと16日版における最後のところで必死で右旋回の努力を続けているように見えたとされていましたが、これは明確に右旋回をしていたとは言い切れていないと思われます。仮説航跡との検証、ここで私渡辺健太郎の考えた仮説として、123便と小松便の航跡を16日版の小松便の機長証言と合わせて確認してみます。羽田空港において日航123便が大阪へ向け離陸した直後に小松便が123便とほぼ同方向に飛び立つ、その後ザマポイントに向け飛行、 ACC から1万8000フィートを維持せよの指示を受ける、18時30分過ぎ同ポイントの東9キロ地点で前方のやや右上部に123便の機影を視認、北から東に進路変更をしようとしているようだった、約3分後右後方へ去っていった、機長の視界から消える寸前も必死で右旋回の努力を続けているように見えた、どうでしょう、あくまで平面上となりますが、小松便視線での日航機の見え方がこのような位置関係であったのであれば、何の矛盾もなく証言通りとなっているのではないでしょうか。高度に関しては問題となるところはないのかとなると、
日航機が見え始めた時、小松便自体の飛行高度は18,000フィート、だいたい5,500メートルですので、それよりも高いところ、例えば6,000メートルほどを日航機が飛んでいたのであれば、高度面においても食い違いは生じず、仮説としての功績は見事に成立するのではないでしょうか。数々の違和感を覚えた事故調功績と23日版の目撃証言の組み合わせ、かたや私の考える功績と16日版との組み合わせ、どちらが真相に近いものなのか、もはや判断に迷うという人もわずかではないでしょうか。そして当初の目撃証言がなぜか内容を変え、再び記事とされたのは一体誰の思惑によるものなのか。新聞紙面が7日後に内容が変わっていった、このことについての何か誰かの思惑があるのではないかということです。これについて一度考えてみる必要はあるでしょう。相模湖、このように描いた功績、まあ言われれば私のご都合主義の仮説功績であることに違いはないかもしれませんが、図としての123便の37分の1、40分横田のための前提条件となる37分相模湖を意識しての功績としております。あとですが、視聴者の皆様、今回の動画をご覧になって気づきましたでしょうか。これって40分大月か、それとも横田か、その答えになっていませんか。2つあった貴重証言、しかし違和感だけでは片方をおかしいと決めることはできない。違う角度から見た時にあらわになる驚愕の事実、これは一体。そして鍵を握る3つの項目の中、残る1つとは。果たして40分横田は成立するのか。次回、渡辺健太郎の広告でございます。これ一体